吉岡隆則、吉岡隆則6月2日から1984年5月5日は昭和初期で活躍した日本の陸上短距離選手。東京高等師範学校を卒業、元東京女子体育大学教授。吉岡の本名である高吉のほか、通称で龍徳とも呼ばれた。身長165センチメートル、体重61キログラム。 1909年6月、島根県氷川郡西浜村で新館の4、男として生まれ、小学校卒業後に、氷川町の吉岡家の養子となる。旧姓島根県立木月中学校から、島根県市販学校に進む。市販学校本科1年の時、陸上競技の指導で来県していた、パリオリンピック100メートル競争代表の谷335に、 スプリンターとしての才能を見出される。島根県市範学校から東京高等市範学校に進学。東京高等市範時代の1930年5月、第9回極東選手権競技大会の男子100メートルに日本選手として初めて優勝した。それまでこの大会の男子100メートルはフィリピン選手の独占場であったが初めて打ち勝ち。晩年の吉岡は、 現役時代の思い出に残るレース3つの1番目に挙げていた。1ヶ月後の6月、京城府で開かれた競技会で10秒7の日本大記録をマーク。この記録は、翌1931年4月に南部忠平が10秒6で更新するが、吉岡はその1ヶ月後に10秒5を出して王座を奪い返した。1932年8月、吉岡は 第10回ロサンゼルス五輪で100メートル競争に出場、東洋人初の6位入賞を果たした。以降、日本人のオリンピックの短距離種目での決勝進出者は1992年のバルセロナオリンピック400メートル走での高野、進むまで現れなかった。このロサンゼルス五輪の100メートル走で金メダルを取り、深夜の超特急と呼ばれたエディトーランにちなんで、 スポーツライターの川本信正がつけた赤の超特急という呼び名は有名である。吉岡の走りで特に優れていた部分はスタートダッシュで当時の世界トップレベルを誇った。その訓練のために吉岡は日常生活においても何かが切り替わった瞬間にスッと行動するというのを習慣づけていたほどだという。オリンピック翌年の1933年9月に 自己記録を0秒1更新する10秒4を記録している。1935年6月9日と6月15日には10秒3の世界大記録を達成した。この記録は日本陸上界の短距離層が世界に追いついたことを意味する非常に意義のあるものだった。その翌年のベルリンオリンピックに吉岡は日本中からメダル獲得の大きな期待を寄せられて、 出場したが、それがプレッシャーとなり10秒8の平凡な記録で2次予選落ちしてしまう。その結果に責任を感じた吉岡は自殺まで考え、ノイローゼ寸前になった。しかし、日本で迎えた小学生に、吉岡選手、悲観するな。この次のオリンピックで頑張ってくださいと励まされたことで、再び競技の道に戻ることができた。現役時代、 日本陸上競技選手権大会の100メートルに1931から32年、1935年、1938から1940年の6回優勝を果たす。この優勝回数は神野正秀に破られるまでは最多記録で2017年現在も歴代2位である。現役おしぎぞき1941年には、 広島高等市範学校に招かれ教授に就任1945年8月6日に吉岡は同校学生を連れて東洋工業内で勤労放射中原爆投下に会うが爆心地から1 0トル離れていたため吉岡に大きな怪我はなかった。しかし中心部に残った家族に会うため途中瀕死の人たちを無視し先を急いだ。 自身の行動にショックを受け教職を捨てた。戦後は広島県庁教育委員会保健体育課長に職を移り、1950年の国民体育大会広島開催に尽力するなど、戦後の約10年間陸上の現場から離れ体育行政に携わった。また、1952年には広島カープの初代トレーナーを務めるなど、 当地のスポーツ界に功績を残した。こうして、裏方の仕事を続けるうち指導者として、ベルリンの屈辱を晴らしたいと強く願い、吉岡は、リッカーミシンの陸上部監督として55歳で、陸上の現場に復帰し、飯島秀夫や与田育子らを指導した。東京オリンピック終了後にリッカーミシンを辞じ、1970年には東京女子体育大学の教授となった。 吉岡は、100メートルは、私の一生の友です。弱いを取ったからといって、この友と別れるわけにはいかないと、高齢になっても100メートルを、どの程度の記録で走れるかにこだわり、マスターズ大会や東京女子体育大の運動会に、出走した。70歳の東京女子体育大運動会では15秒、1を記録している。しかし1983年6月に、 アキレス腱を切断して入院。当初は負傷した足の治療が目的であったものの、そのまま病の床につき、1984年5月5日午後3時10分、東京都立府中病院にて、がんのため死去した。吉岡の葬儀は5月8日に、三鷹市内の寺院で営まれ、陸上関係者を中心に、大勢の弔問客が訪れた。島根県では、 毎年吉岡の功績を称え、吉岡隆則記念出雲陸上競技大会及び、小中学生大賞の吉岡隆則賞記念短距離記録会が開催されている。ありがとうございます。